俺の名前は引導代わりだ。迷わず地獄に落ちるがよい。時代劇、その最大の魅力は個性的な主人公が繰り出す盾、激しいアクションにあります。そんな時代劇ヒーローたちのかっこよさの秘訣を覗いてみましょう。まずは時代劇ヒーローたちのさまざまな素性に迫りましょう。速水長三郎は江戸で暮らす一介のスロー人。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿でした。亡き父上は将軍の座を家光公に奪われ、謀反を企ったと噂され、切腹に追いやられた。その正体は将軍家光の弟、忠長の忘れがたみ、松平長七郎長頼なのです。何、牛之助が死んだ。長七郎は普段は長三郎を名乗って河原番や村工堂に居候しています。しかし悪人を成敗する時には、誰だ貴様は。松平長七郎長頼。徳川家、葵の御紋の入った着物で登場し、次々と悪人たちを倒していきます。普段は町人がお目にかかることもできない将軍家の侍が、市井の人たちのために悪を切る。その痛快さが長七郎というキャラクターの魅力です。花屋牛。切れ。尾上一刀は公儀解釈人という幕府の偉いお役人でした。ですが浦屋牛一族の陰謀によって妻を殺され、江戸を追われ、行く当てのない旅を続けています。尾上は唯一生き残った息子の大五郎を連れて資格家業で生計を立てています。我ら冥府魔道に生きる親子といえども、いたずらに殺生を好む者にあら。この幼い子供を連れたアウトローというのが何とも渋いですよね。卑怯なりレスト。また自分を陥れた柳生一族の総帥、柳生烈道との対決も目が離せません。そうか、奴の言ったことは本当だったんだな。目明かし駒形の慎吾は町の犯罪を捜査するおかっぴきです。普段は着流し姿で町を流していますが、いざ調べに向かうときは、まぬけな面してびっくりするね。残念だったな。おいらから十手を取り上げようぞ。てめえらが寄ってたかってない地へ絞った罠だろう。さあ後に回さ。慎吾は悪や不正を憎み、市井に生きる名もない人たちの味方になって悪を徹底的に叩いてくれます。そんな慎吾が活躍する慎吾捕物帳は、人生の不条理を描いたシリアスな作風が見どころで、人生の生きづらさを私たちに教えてくれます。どうかその女だけはそっと見逃してやってくんなさい。でねえとあっしはまた必死に所帯を守ろうとしている女を殺すことになる。てめえのようなやつは俺が許してもこの紫の十手が承知しねえのよ。黒門町の伝七親分は北町奉行遠山左衛門の城に認められ、紫房の十手を拝領した江戸一番の御用聞きです。合点カンタとかんざし文字を連れて庶民を苦しめる悪を懲らしめます。この伝七、実力もさることながらとにかく人情に厚く頼りがいのある親分。親分ありがとうございます。何、女の細腕一つで江戸の明かりを守ってきなせた人を悪党に渡しちゃこいつが投げやすからね。こうしたおかっぴきという役職は奉行所に雇われた町人です。
個の町人が時には武士の悪を叩くこともある。その身分を超えた対決も捕り物の魅力となっています。ガタガタするね。その黒門町伝七の体の中にはな、上総三十六ヶ村の民百姓と同じ真っ赤な血が流れてるんで。そして時代劇の魅力といえば何といっても盾ですよね。この盾こそヒーローによってさまざまなスタイルがあります。長七郎の盾の魅力は柳生新陰流免許改伝の二刀流で次々に悪を切り倒していきます。尾上一刀は胴だぬきという剛剣の使い手です。演じる萬屋錦之介の重厚でリアルな盾が圧巻です。おめえたちの汚ねえやる口は駒形の信号が聞かせてもらったぜ。慎吾は全身を使った激しいアクションが特徴で画面上を所狭しと暴れ回ります。悪を憎む慎吾のキャラクターが前面に出ています。生倉刀でこの伝七は切ることはできねえんだ。伝七親分は慎吾と同じ捕り物でも実手を使った華麗な盾が特徴。万力鎖も見事に操ります。この息を呑むアクションシーン、豪快な盾こそ時代劇の最大の見どころです。盾とともに忘れてならないのが思わず言ってみたくなるヒーローたちの名ゼリフです。長七郎が悪を成敗する前に必ず言うセリフがこちら。やむを得ぬ。俺の名前は引導ワールだ。迷わず地獄に落ちるがよい。尾上一刀と大五郎のこの掛け合いは知らない人はいませんよね。大五郎じゃーん。伝七捕物帳では物語は必ずこのセリフで幕を閉じます。これで一件落着でんなと。まあ決まったところでどうだ。よし、みんなめでたく締めようか。よーよよよいよよよいよよよいよ。めでてえな。私たち市井の者たちの気持ちを分かり、私たちの代わりに強大な敵や悪人たちを倒してくれる、そんな存在こそが時代劇ヒーローの魅力なんです。だから時代劇は面白い。